こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきたいと思います。新しいイベントですね。三社採用ぶらり旅復刻ですね。2020年ということで復刻ですね。嬉しいですね。しかも、西山セリーナとか、アギリ先輩とかは復刻、今回の復刻版から登場ですね。追加シナリオという形で登場ですか。シナリオクエスト、まずはシナリオクエストクリアしないといけないってことですね。もう後半出てるんだ。期間限定特別セレクション召喚っていうのもありますね。はい、ということで三者三様ぶらり旅クエストをやっていきましょう。他にクラフトクエスト、クリエクラフトはまだか。ではやっていきましょう。省エネルックだから省エネルックなのかな。私体力ないけど大丈夫かしら。ないのか。びっくりやな。え、まま多い。ええな。いや。へえ。せやな。来たわ。天国。いやいや。ありゃりゃ。そやでかな。なに、それは違うわ。あ、嘘やで。やだな、もう許せないわね。なあ、あら、やる気満々。疲れた、倒れそう。さあ2節、今回はバトルです。これは月属性ですが、月属性のメンツ、
月属性はご覧の通りのメンバーですね。超えないですね。行きましょう。どうかな、もうボーナスの人はいるかな。いないんだったらさっきの西川陽子で行きましょう。まだですね。去年のもうでも持ってる人いるかもしれませんが、そうはなかったです。覚悟するね。これを越して合わせて効果、これでどうです。皆さんのやる気をアップします。これを越して合わせて効果。何するんですか。こんなことだってできますよ。あ、間違えた。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。戦士のオーブになってる。ですね。私体力ないけど大丈夫かしら。どうしたんだろう。はーい。タヌキかな。そうね。これお神なのか。すごいなんかセクシーなお神。マヨ太郎。とりあえずマヨネーズがあればなんとかなるものですわ。超余裕かな。いやいや、何でもマヨ。私体力ないけど大丈夫かしら。温泉か。
ね。なるほど。あ、そうだ。いかがでしょう。そうだね。うん。ということは。でもね。復刻場なんで疲れた。倒れテンポよく行ってますね今のところ。いや誰あら。ということは葉月しずく来たわ。とっても可愛い。6節へ行きました。今度は緑と でもいいんですけどね。キララ装備はちゃんと魔法使いのオーブになっている。このまま行きましょう。炎ですよね。しかし、こうで、ヤスナがいる。行ってくるです。皆さん、準備はいいですか？後ろがガラ空きだぜ。すごいね。メハメハみたい。サポートします。ほらしっかりして。今は我慢の時だね。うまくいくといいんだけど。
倒しました。やった、勝ちましたよ。疲れた。ナンセンスです。これは炎の属性ですよね。ちゃんと魔法使いのオーブになっている。お、オーバーするんだ。1だけオーバーなんですね。欲しい。ちょっとこれは彼女のクラスを下げてあげましょう。どんどんアップですね。みんなしっかりやろうね。私が助けるね。クラエーデス。本気の力。しっかり倒しました。やりました。うん、これは残念。節までやりましょう。思うように、思った以上順調に進んでます。キャラ装備ちゃんと魔法使いになっていることを確認。結構いますよね。この後ちょっと超えてしまうってことですよね。ということで、太陽の陽属性でプラス1か。
いろいろ称号ついてる人も多くなりましたよね。早く称号欲しい。ないね。ってことで三者三様のキャラクターでいきます。ダメージ。お願い、間に合って。みんなと一緒ならできるよ。皆さんのやる気をアップします。これでどうです？トレードだけやっとき、前のショーのトレードだけやっときましょう。眠くはない。問題ない。こっちは今だけ。これですね、星結晶。学校暮らし、うらら、迷路町、キルミーベイベー。学校暮らしかな。交渉成立。なるほど、これだけあるわけですよね。交渉成立。なるほど。新芽なんかもあったですよね。特に進化する要素ってないですからね。
限界突破もしなくてもいいっていう感じはありますですよね。レベルは99になった。まあ、ひとまず ここで終わりかな。私が頑張らなくちゃ。はい、日々省エネ、日々節約がモットーですな。ということで、シナリオクエスト復刻三者三様ぶらり旅、前半を終了しました。次回は後半をプレイしたいと思います。よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。